都最新バーガー。都最新バーガーは、南国サービスエリア下り線で売られている、ご当地バーガー。2009年12月11日より、大河ドラマ、龍馬伝の放送に合わせて、南国サービスエリア下り線で発売された、1日50個限定の、ご当地バーガー。発売日は、岩崎や太郎の誕生日にちなんだものである。南国サービスエリアを運営する、 土佐電気鉄道と大阪に本店を置くハンバーガー店の大阪バーガー会員が共同開発観光客向けに1個380円で販売坂本龍馬の好物だったとされるシャモと地鶏を掛け合わせた土佐八金地鶏をベーナスやこんにゃくと共にパンではなくお好み焼きの生地で挟み柚子風味のマヨネーズを味付けに使用した明治新の立役者らにちなみベーナスは 岩崎八太郎の出身地である、秋市さん、ゆずは中岡慎太郎の出身地北川村さんのものをそれぞれ使用した。2010年1月13日から大阪バーガーカ園でも発売された。当初、大阪バーガーカ園での発売は2月末までの予定だったが、好評を博したため延長されることとなった。2月18日19日に、 愛媛県大阪事務所にて開催された四国うまいもの市でも発売された。6月には、そごう神戸店で行われた、ふるさと四国の物産展においても発売され、この物産展では、土最新バーガー第2弾も発表された。2010年8月からは、これまで大阪バーガー会員にて製造してきたお好み焼き生地について、社会貢献を目的に、 高知市内の知的障害者通所受産施設である青空共同作業所にて製造を開始した。これにより、都最新バーガーの具材全てが高知県内で調達されることとなった。ありがとうございます。